はい、こんにちは、ショートです。ポケットマスターソードシールドね、シングルランクマッチやっていくんですけど、まあ、新ルール始まって、近伝2体使えるね、ルールが来たので、ちょっと、うおーっていう感じで、早速使うのはね、イベルタルザシアンっていう、まあ、破壊力のね、神というような感じのを持ってきました。で、戦士、あ、これね、ザシアンで砲を崩せるなぁ。剣舞を捨てたら、全破壊ゲーミングがね、で、それ以外のパターンで何が嫌だかっていうと、いやでもそんなに嫌なものないかな。まあイベルザシアンで明らかに白バド砲を多分ザシアンでぶちかましに行けるから、砲王にだけどういう立ち回りするかちょっと引けたりする方が偉い気はする。まあそういう意味じゃメタモンを持って、いやメタモンじゃ解決にならないな。所定は一応イベルから入っとくべきな気はするけど、いや、鳳凰に対してちょっとどういう動きするかっていうのが割と重たいところはあるかな。イベルザシアンヌを投げるか不安しかないが、不安しかないけど、多分メタモンの方がいいな。近伝3体使えた方が強いわ。で、頬に対してなんだけど、メタモンに一回引いて経由してからザシアンじゃ、いや、頬はちょっときついな。まあそういう意味じゃ、ザシアンから入るべきだったかっていう話もまあまああるんだけど。その方が良かったかな。ツボツボから来る。これネバネバネットかな。ツボツボから来てあれか、頬を、白バドレックスで潰し切ろうみたいなパターンか。ねえ、こうダイマックス切って落ちるんだったら僕切りたいんだけど、落ちない場合だよね。ちょっとダメージ計算するか。ツボツボ、いや、たまにいるんだけど、マジでわからん。いけるかどうかが。早速、ダメージ計算する羽目になったね。イベルタルで、命の玉。今回玉持たせてきて、ああ、さすがに落ちないよね。一回ひるませなきゃいけないから。まあ、悪波から入るか。ひるませてくんね。ツボツボちょっとめんどくさいわ、割と。ひる、捨てろから。ああ、それは全然いい。ああ、待って、ほぉ、パク、いや、メタモンはメタモンでステロ食らうから。それはいいか。ネバネバネット巻かれるよりは多分、これダイマックス切っちゃった方がいいかな。うん。ネバネバネット巻かれるよりはさすがにダイマ切って倒した方が良くて。まあ僕1体先取れてダイマックス2ターン残ってるからそんなに悪いダイマックスの使い方にはならないと思うんだよね。まあなんと言ってもね、イベルタル誰も受けれないからね、この世界で安定して。バンギラス投げてきたら突然気合玉に技変えるんで。大丈夫と。それはでも相手からの話で、僕は技変えれない。対戦相手はさ、いつでも型を自由にさ、選出画面から試合中までいつでも型変えれるんだけど、僕は型変えれないから、まあ、しょうがないんだよね。ブリームオン、全部投げてきてないんだ、近伝。それはさすがに、でも、ザシャンとイベルタリーって白バドって投げないか。ここはアークレンダでいいかな。で、鳳凰に対しては、多分ダイマックスをチンタラカラス動きした後に、ザシャンのワイボで、詰めるみたいなムーブで良さそうだけど、トリックルームがまあまあめんどくさい。タスキー。ブリモンにタスキってあんまり、なんか見ないイメージだったけど、ね、ここウォールして次フイでブリモン倒すとちょっとトリルターン長く使えるんだけど、ああその方がいいか。まあここアークに多分砲を繰り出すのあんま美味しくないからそれはしてこないはずで、これ自殺するやつだっけ？
自殺した。やばいなぁ。まあまあまあ、でも。イベルがダメージ食らなかったの良しとして。金で投げてきたかったわ。マジ。僕このルール、これが1試合目なんだけど、金電飛んでこないはちょっと想像してなかったね。ね、雑誌案。ああ、割とこれめんどくさいこと起きてる。めんどくさいこと起きてる話あるな。エラ神に対して、ウォックメタモン投げて、一回ターン使えると思ってるけど。ちょっと、とトリル3ターンはまあまあ気になる。メタモン引きが通ればそれはそれでいいか。多分ここ打ってくるとしてエラ神だと思うんだよな。ここでドラゴン技で激凛でこだわってくんだったら雑誌案後ろから投げてっていいから。でエラ神は4分の1のため、まあ、大丈夫と。はいはいはい。これで、そうだよね。トリル2ターン使わせれるから。技構成これか。ドラゴンダイブなの？ドラゴンダイブなの？まあ、ドラゴンダイブ打つけど。これ多分でもこだわってるタイプだよね。うん。で、これで、イベルタル投げ直して。まあ、ステロはもう関係ないかな。ストリームは多分ね、雑誌案耐えると思うんだよね。エラ神より楽になるから。不意で削って、ジャレに行くっていう感じで、いいと思ってるけど。パワー出るな、不意打ち。はいはいはい。落ちる。トリル切れるでしょ。これで出したんで多分じゃれて勝ちだと思うけど。いや、イベル出したんね、多分、微妙っていう話も、オーガ出したのが強いって話もあると思うんだけど、まあ僕オーガあんまダメだからな。僕はイベル出したん、なんだけど。これさすがに大魔切られてもじゃれで飛ぶよね。ドラゴンごときの耐久だったら。落ちない話はないと思ってるけど。いや、金殿みたいな多分組み合わせがでもめちゃくちゃ重要なんだよな。そっちだと思うんだけどな。割と。一般枠も出る枠ない気がしてるけど。OK、ジジ、2戦目いきます。いや、割と楽しいよ、今は。楽しいよりだね。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。オーガネクロは、まあ僕、イベルラッキーって投げるのは確定かな。これで金殿に対して一応、そこそこやり合えてるはずで、オーガラッキーって投げた時に、まあ物理の化身ボルトロスとミミッキュかな、思いの。ウドハン考えると、ヌオを投げたくなくて、まあそういった意味だと、いや、イベルザシアンラッキーでいいと思うんだよな。てか、イベルザシアンって汎用性がめちゃくちゃ高いからさ、まあ、金ではみんな汎用性高いんだけど、イベルザシアンは対応範囲広いから、それが僕いいと思ってるんだけどね。初手誰から入るかな。で、ネクロはこのザシアンインファないから崩せ、あっても崩せないか。HB だと。まあ、イベル投げていけば OK って感じかな。ラッキーに対してフリを取られる盤面を作られるタイミングが嫌なんだけど、まあ、ザシアンから入るか。オーガから来るかな。まあそれは引き先としてラッキー用意してるから、割とケボルトあたり来ると思って僕サシアンから入ってるけど。はいはいはい。で、電磁波が嫌なんだよな。電磁波嫌なんだけど、積んでくるタイプだったことを考えると、突っ込まざるを得ないと思ってて。まあでも化身ボルトロス使うなら多分、物理ダイマックスか、いたずら心用だよな。裏でネクロで切り返してくるパターンは多分イベルタルで見に行くしかないかな。玉台6とか嫌なんだけど。まあ、それは多少無視するような感じで。剣舞する？オーガで止まって終わりか。じゃれ。
ここネクロ引きとか全然いい。あー、これアタッカーっぽいな。突っ込んでる。突っ込んでないってことは。ネクロ。ならこれ多分僕のイベルタル着地した後が、エッグになると思うけど。エッグに何?5つ目。それは何回もイベルタル投げたいけど、ザシアンでもう突っ込めないかな。剣舞。多分これ HB だな。硬いやつでしょ。で、ここ何落ちてくるかで。竜舞。5つ目持って竜舞か。ここ割と大魔切っていいぞ。引いても引かなくても、裏多分、ぶっ壊せるんだよね。大魔切るか。切るならアークだな。破壊力重視でいきたい。切るならアークなんだけど、王が出てくるパターンは大丈夫。いや、ネクロ取れるなら取っていい。一体取れるなら取っていいから切るか。早いうちに。まあ、イベルとね、ザシアン、両方の全ての型を全体をするってのは、この世界に、方法がないので。で、弱攻じゃないの分かってるから、堂々とアーク打ちに行けて、ネクロをここでイベルで処理できるんだったら、まあ、ザシアンが通って勝ちかな。まあ、いずれにしても、だ相手、竜舞してんだよな。マジでね、S を上げる技が強いよ。さすがに。さすがに強い。S 上げる技は。ただまあ、タイプ相性的に多分、ちょっときついと思うんだよね。第6かあっても弾じゃないから。いくら、てか、ジャレがまあまあ入ってるんだよな、と。5つ目だったんだけど。スチル。これは無視していいね。OK。ベルタルが、神。おら潰せ。さすがに飛ぶね。まあ、イベルダル、マジで型わかんないからな。まあ、これでさすがに特殊っていうのはバレたと思ってるんだけど、こっから王が出てくるのは大丈夫かな。まあ、ボルトロスがちょっと辛く見えるけど。だこっから10万とかは耐えるんじゃないかな。相手はダイマックスも潰せてるから、突っ込んで割と言い寄りだと思ってるけどね。ジェットアークって打つのが正解かな?いや、弾舐め考えるとアークか。ワイボー、物理でした。死にました。強くね?なんか。こんなもん。まあまあ、これで多分ボルト、あ、弾か。さすがに強いと思ったけど。で、ボルトロスを頑張って、裏変えようかと思うけどな。金電を2体投げるのが、この世界の常識だと思ってるんだけど。うわぁ、ここワイボー打ちてぇ。この1秒あればまだボルトロス投げれるよね。シンプルにじゃれていいかな。さすがにボルトは飛ぶはずで、王がめちゃくちゃ削れるから、ボルト倒させてくれるならめちゃくちゃ楽になると思うけど。ラスト誰?王がじゃないかな。ミミッキュー。ミミッキュー。これはさすがに全部突っ込んでいった方がいいね。ダイマックスないから勝ちだよね。オッケー。意外と金で2体出てこないもんだね。まあまあまあ、とりあえず、新しいルール始めて、まあ2勝できたんで、ね、割と幸先いいんじゃないですかね。割といいかな、イベルダシアン。僕は好きだけどね。まあ、GG ってことで、お疲れっす。